こっから行くんか。あ、壁橋でアク行くと。了解。ふわ。よしよしよし。よいしょ。それで、こっちか。よいしょっと。やっぱちょっと重くなるんよな。まあ、しゃあないか。あっこって行ったよな。ん？あの箱って開けたっけ？はい。こっちから行けんパターン。さあ行くぞ、BD1。どこや BD1 おった。さあ行くぞって言ったけど、どっかスキャンするとこあるんかな。あっこにあるやん、なんか箱が。いけんよな、箱とかある箇所多いけど、なんかまだいけないのかな。ここもここも。めっちゃジャンプしてもあんま変わらんしな。つかめる気もせん しないよね。あっちとかまだ行ってないしな。結構謎が多いな。この上とかな。ふっ、よし。OK。あ、修理はいるんか。なるほど。そしたらいける感じか。まあ、一旦が戻るっていうのが一番いい感じかな。どうした？ここじゃなかったっけ？あれ？そっちか。失礼。ごめんなさい。あ、びっくりした。合格したようね。BD1 を知ってたのか。乗りなさい。中で話すわ。お、BD1 グリーズだ。グリーズ。なんだそれは。ソファーから降りろ。おい、俺のソファーだぞ。し、出てけ、出てけ。彼は BD1。仲間だよ。なんだろうと関係ない。まったくポト料理の生地についた油染みを取るのがどれだけ大変だと思ってる。わからないな。ならこんなドロイドよりわしらものを見つけてこい。もう落ち着いて、グリーズ。見つけたの。話してかる。宝物庫はゼフォーと呼ばれる古代文明が作った。イノ・コルドバというジェダイが中に物を隠した。それは何なの？アーカイブのホロクロンだ。幼いフォース官能者のリストが入った。新しい時代を担うジェダイ、やっぱりよ。ああ、コルドバ、あなたらしいわ。知り合いか？そうよ、大昔だけど私は弟子だった。彼は一匹狼で、ボガーノを知ってるのは多分そのドロイドと私だけよ。また何がどうなってるよ。ホロなんだ？ホロクロンよ。記憶用媒体、ジェダイだけが扱えるの。待って、ここに一つあったはず。あー、出た。ホロクロン出フォーた。スを使って。私はマスター・オビワン・ケうわ、ノゴビヨン。ブ。残念な報告だ。帝国の邪悪な暗闇に。フォース官能者のリストがあれば、ジェダイオーダーをオビ再ワンって建これ して帝国本を人っ倒ていうせか、る。映画と同じじゃなかった？OK、今。わかった。手に入れよう。ただしそれは宝物庫の中に隠分かされんていけて、ど、コルドバの足跡なんをとも追言えう必要ない。がある。コルおドびバん出はてくダるスんニかオとな。ゼフォーの故郷について話していた。で、どこに行く？飯にしようと思ってたからすぐは無理だが。そうだ、その前に一つ聞きたいんだけど、なぜもうジェダイじゃない？
出来事があったのよ。出来事。私の心を変える。だからフォースとの絆を断ったの。けどオーダーを再建したいと。オーダーの再建が帝国に対抗する最も確かな手段だと考えているからよ。あなたはどうなの？帝国から逃げ続けることはできないと思ってる。だから選択肢はない。カル、生きている限り必ず選択肢はある。一緒に来る？行くよ。ダソミエかゼフォ、どちらか選んでくれ。はいはい。あ、あっこで選べるんか。なるほど。でこの BD1 ちょっと修理したいんやけど。なんだこれ。なあ、これはなんだ。なんだ、テラリウムを見たことがないのか。いや、普通は中に植物が。お前を銀河のあちこちに運ぶので忙しかったんだ。俺に種を集めてきてくれていいぞ。自然は嫌いだと。外にあるのは嫌いだ。だけど分厚いアンバランガラスに収まってるなら可愛いもんだろ。わかった、何か探してみる。あ、じゃあ植物を植えた方が良さそうだ。取ってこれるんか。じゃあここで破るんじゃ。すげえ。フォースは今でも感じるのか。ええ、ただし心を開かずに抑え込んでいるわ。でもあなたは逆を目指して。粛清の前にあったことを思い出したんだ。苦しくても過去のかけらを見つけた。それでいいわ。フォースとの絆を取り戻す道よ。なぜ。あ、カルもなくなっとんか。私はフォースを立って生きる意味を知ってるわ。ああ、続けてみる。BD-1 を修理したいんやけどな。できんのかな。修理というか足がない。話してみよう。次の料理を考えてる。はい。あ、はい。そうそう。料理もしてくれるんじゃ。ありがとう。ありがとうでいいかな。あ、ここがあれか。なるほどね。理解したわ。ライトセーバーカスタマイズあるね。ん？なんか書いてある。あー、瞑想する。ちょっとやるか。ちょっとやってみますか。これはオレンジでいいか。おー、お、これが出たんか。わー、なんだこれ。イーノコルドバ。なるほど。でもこれが好きやな、俺的に。ここも居残る場、勇気と知恵。はい。あ、でもええな、黒。いいね。ちょっと黒にしようかな。はいはい。あ、おお。あ、いい。あ、でもいいな。これは？うん、あ、素材か、これは。おお。これでいいかな。勇気と知恵。はいはいはい。あ、緑にしてみようかな。カル君ごめん、ちょっとオレンジ、いろいろ色とか変えていきたいな。こんだけしかないんかな、色は。赤欲しいけどな。おお、緑もええよな。ジェダイ色しかないんかな。それそれちょっとあれや。どうしよっかな。ダーソミア行ってみるか。こっちにまだ行け、こっちはね、その行けないとこがね結構あるからな。そうそう、あかんな、どうしな。ここもそうそう、まだ行けないとこ多いからな。ちょっと他の惑星行ってまた戻ってくるんじゃないかなって思うので、ちょっと次の。どこにする？おわ、どうしようかな。
あ、でも緑、さっき緑ついとけん、ゼホ行くか。あ、ノットンでアイテムボックスとか、シークレットとか。へぇ。63%探索済みか。ボガーノ。ゼホ行くか。ゼホ行こなんだこれ。ゼホ行きましょう。ゴー。おいし。仲間がやられていくのはつらかっただろう。あの時の粛清がなんだか。うわ、浮いとう浮いとう浮いと。それは話した方が楽になれるだろう。あ、すげえ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 。ええ、つらいことだけど、受け入れなければならないわ。うん、過去座にら犯しした間違いを記憶して、二度と同じことが起きないよう工夫を重ねていくの。て。わあ、す何でげえ。も成功につながるとは思わないようだね。そう、わあ。適応するってことが重要なの。行動か考え方かもしれない。変える覚悟が必要なのよ。あ、すげえ、これリアルタイムなん？すごい。すごい。座れ坊主、もうすぐ着く。はい。ここで座っていいんですか？わあ、すごい。おお、すげえ。下はひどい嵐だぞ。今着陸するのはあまりおすすめしない。ええ、何かおかしいわ。外の風によって通信が乱されてな、る。コルドバは嵐の中心の平穏と言ってた。ちょうど中心に集落の跡がある。ならそこを目指すわ。了解した。めちょっと揺れたぐらいじゃ死にはしないぜ。なんかこ出のてく風でるキャすぐラみんな好きになってきたな。そこのブリッカに余計なことは言うなと言ってくれ。すべてのことは予測の範囲内よ。それはそうだが、こいつはなかなか難しい。あ、すげえ。そうだそうだそうだ。完璧な着陸。さすが俺様だね。けど通信がいまだにひどく乱されてるわね。調整にはしばらく時間がかかるわ。コルドバについて探っておくよ。ええ、せえな。終わり次第すぐに連絡を取るわ。カル、こっちよ。ん？こっちか。こっちって。はい。あ？おらんよ。あ、そっちか。なんでしょう。カル、こっちよ。はい。あなたはボガーノでよくやった。コルドバとゼフォの情報がたくさん集まれば、それだけ早く帝国を止められる。古代文明は知ってるが、ゼフォは知らない。わかるのはコルドバがゼフォに執着していたこと。ふんふん。彼らの教えが重要だと。私もこの銀河の秘密には見せられていたけど。早く行くのよ。発見があるわ。幸運を。あ、花がある。彼岸花みたいなのがあるな。あれはグリーズだったっけ。へえ、すげえな。行くか。じゃあ、いや、ほう。段差でびっくりしたみたいになっとるやん。おお、すげえ。さっきの場所と全然違うな、やっぱ。よくやった、成功だ。偉いぞ。怪我はないか。何を見てる。誰と話してる。俺の船とだ。へへへ。強そうだろ。クール。クール。まあどうせ船を飛ばしたこともないんだろう。いつか教えてやってもいい。ジェダイの仕事が片付いたらな。安くしといてやるぞ。かっけえな、でも。いや、でもやっぱ狩るかっこいいな。見事だった。俺か。そりゃまあ当たり前さ。何せ俺みたいに腕のいいパイロットがこんな優れた船を飛ばしているんだ。こいつはすごい掘り出し物なんだ。
まあ、言うほど安くはなかった。借金もした。まあ、ちょっとしたというか、まあ、なんだ。どでかいのね。どでかいの。大丈夫さ、問題ない。あ、おい、お前はジェダイの仕事があるだろ。早く行け。はい。おもろいな。裏から来たけど、どっちか。なんか、あ、ボックスあるやん。あ、わかったよ。何があった、BD1。お、スキン。あ、BD1 のスキンか。おー。そうだよ、BD1 も確かプレミアで、そうそうそう、あったんじゃ。あ、なんか青いな。ちょっと青にしてみようかな。なんでそんな変わらんやよし、でもちょっと周りから見ていきたいってあるよね。なんかおるやん。ちょっとこっち見に行こう。ストームトルーパーやられとる。気をつけろ、ビリー。危険そうだ。で、うわ、なんだこいつ。スキャンしよう。カル、聞こえるかしら。はい。帝国だ。見つかったぞ。マンティスがつけられていたなら、とっくに襲われているはずよ。霊廟を探してるのか。違うと願うわ。通信は回復できたわ。この方法で連中の傍受も試してみる。オッケー、頼みます。こっちも、こっちから見ていくか。気が変わるぞ。うん、なんだ。スキャンか。よくやった。コンテナ何が入っとんだろうな。お、あるやんけ。おい、何なんだ。ブラボー。はいはい、ブラボーなこった。あー、ドアが閉じられてる。え、めっちゃ黒くなった。こっちはそんななかったな。来たけど、もしかして登れていける感じか。でもそんな気はせんな。そんな気はせんな。よし、まずあっちで圧倒ったってことか。おお、危ねえ。勢いで。どっちに行ったらいいんだな。上にもあるし、こっち。ちょっと上見に行きますか。ふっ、よし。ん、電子音が。スキャン。何これ。ブラスターライフか。スカウトトルーパーのバトン。あー、持っとったやつか。開かない。通れないぞ。通れないとこ多いな。まあ、後で開くんだろうけど。なんか気になるよな。なんかでかいやつおる。うわー、びっくりした。よし痛いな。よし、オッケー。ちょっとやばい。意外とな、食らうな。ダークソウルとかそういうほどではないけど。よし、え、こっちでいい。
なんだろう、赤ん坊の泣き声。母親が子供をくるんでいた布だ。彼らは逃げていた。ああ、なるほど。お、なんかある。スティムの箱、ゴーコーのはずだ。また、まだ持てるか。スティム助かる。あ、おお、かわいい。あ、スティム増えるんじゃ。よかった。あ、こっち行けんな。降りるんかな。あっちに行けない感じやったしな。いいね。やっぱ回復2つはちょっときついもんな。確かに3つはいるわ。あ、これで上に行く。おお。もう何が起こってもね、おおって言ってしまうな、これは。こっちが？あ、ここ、お、間違えた間違えた。開かない。ショートカットがアンロックされました。あ、開いた開いた開いた。あ、何？いや、下にいる。さらに。やつはやるぞ。最高だ。俺一人だろ。いや、ストームトルーパー君は相変わらずやな。なんか今回はストームトルーパーもなんか個性ある感じするな。喋りようしな。最初のプロローグの時もそうだったけど、なんか倒すんがな、引けるっていうか、まあしゃあないけど、倒しづらいよね。なんか、ストームトルーパーの生活があるっていう。立ち入り禁止ってことか。なるほど。カットルーパーおるやん。まだ場所の希望を出してないのか。考古学者がいなくなったおかげで町の閉鎖に移れる予定だ。来るぞ。了解した。しっかりしろ。やつを止めるんだ。いや、それキャラクター性あるよな。なんか今も言いよったけど、しっかりしろ、やつを止めるんだとか、なんか辛いわ。よし。格闘トルーパーなんや。いて。やいだ、倒した後も撃ってるやつが来るっていうかな。きついね。うん、スキャンあるやん。スカウトルーパースキャンするん？よくやった。よし、ナイス。トルーパーはやっぱ弱いな。敵か？ここに？敵かって、それそうやろ。ああ、休み。ん？どうした？ビリガン。すべて嘘だ。帝国がここを欲しかっただけだ。立ち退き状ってことか。なるほど。帝国のやり方が結構あれだよな。やつは下だぞ。了解、わかった。どこ？俺たちの敵じゃないな。なんか。
ちょっと強いぞ。なんかドロイドとかはさ、その無双にしてもなんかあんま罪悪感でいいけどな。うん、ストームトロープは普通の人やけんな。スカウトトロープ、あ、コマンダーか。やっぱなんか色が型があるな。オレンジなんやな。いろんなとこ回りながら見たいけどさ、あ、こっちも行けるよな、多分。よし。あっちおり。よし。あ、ここがさっきのとこか。多分。初等科かな、ここは。あ、ここなんや。了解了解。よし、じゃあまあ今日はまあこれぐらいでいいかな。いや面白いな、やっぱこのゲーム面白いわ、やっぱ。あ、スキルあるけん最後にスキルだけ上げとこう。何がいいんだろうな、スキル。声とか何アビリティ。おお、すげえ。上のやつもなんだろう。おお、スプリント。これは、あ、これは蹴りなんか。あ、で、こっちは。パワースロー。長押しか。フォースと、こっちにしとくか。フォースの最大値上がる。よし、じゃあまあ今日はこんな感じでいいかな。ではご視聴ありがとうございました。